私は八郎潟町で生まれ育ちました。小学校の時に地元の施設に行く機会がありまして、介護の仕事を初めて知りました。高校3年生の進路の時に、将来は人と触れ合って仕事をしたいと思い、専門的な知識を学ぶために秋田市の福祉の専門学校に3年間通い、当施設で働き始め、今年で15年目になります。そしてここほのぼの園で妻と出会い、結婚して今年で10年目になります。結婚してからは、当法人で移動等ありましたが、また3年前から一緒に妻と働くことができました。私の生まれは潟上市昭和で、小さい頃から両親が共働きということもあり、祖父母といる時間がとても長く、将来はお年寄りの方のお世話をしたいと思い、高校を卒業後こちらの施設で介護の仕事に勤めさせていただきました。私が働いているところには現在91名の利用者様が生活されております。勤務体系は早番、日勤、遅番、夜勤の4つになります。主な仕事内容は入浴介助、排泄介助、食事など生活に必要な行為を利用者様の目線に合わせて、支援介助を行っております。2年前に入所から通所の所属になりました。現在は日勤のみの勤務になります。仕事内容としては主に利用者様の送迎、排泄介助、入浴介助をお手伝いさせていただいてます。小学4年生と2歳の子供がいますので、保育園や小学校の行事がある時などは休みを合わせて取ったりすることができます。また旦那さんが夜勤明けの日や休みの日は夕食の支度や子どものお迎えをしてくれるので、とても助かってます。子どもの突然な体調不良や学校の休校などがあった場合、すぐに連絡が取り合えるので助かっております。また特別有給休暇なども使用できますので、お互いの勤務状況を見て子育てを協力しながら行っております。翌日の子どもの準備などを一人でやらなくてはならないので、バタバタすることもありますが、夜勤前に旦那さんが家事を分担してやってくれますし、上の子もお手伝いしてくれるのでとても助かってます。一緒に働いている上司や同僚の方も子育てをしながら働いている方々がいますので、仕事と家庭の両立をしっかり理解してくれております。どうしても子どものことで休みをいただけなければいけないときは、非常に申し訳ない気持ちは大きいですけれども、上司や同僚の方がとても協力的で助かっております。今は同じ施設に勤務していることもあって、急な用事があるときはすぐに相談できるので助かっています。当施設では在宅復帰に向けて他職種が連携して取り組んでおります。施設生活から自宅の方へ戻られた際に、利用者様から本当にありがとうと言葉をかけられた時は、今までやってこれて本当に良かったなと思いました。利用者様からありがとうという言葉をもらった時や、笑顔を引き出せた時です。特に一人暮らしの利用者様からここに来るのが一番の生きがいだと言われた時はとても嬉しかったです。